はい、こんにちは。今回ですね、紹介するのはこちらです。皆さんね、100均均一、皆さんね、100均活用してますでしょうか？もうね、すごいいろんな商品があってめっちゃ便利ですよね。で、まあいろんなサイトとかね、 YouTube でもですね、100均の活用ということで、100均を利用したグッズ、コスパいいもの悪いもの含めですね、いろんな商品紹介されているかと思いますが、今回ご紹介するのはこちらポータブルオーディオのね、世界に対して100均活用できるかということで、まあ私の使っている用途ね、ご紹介したいと思います。まずですね、このこいつです。こういったデジカメとかね、小物入れ、スマホのポーチ、ケースですね、ゼロショックとまではいきませんけれども、最近はこのようにちょっとね、低反発のウレタンなのかな、そういった素材でできたこう分厚い、ね、ケースがあるかと思いますけれども、これがね、かなり重宝しております。これもともとデジカメケースで、ここに SD カードがね、入るようなケース、これセリアですなんですけれども、ダイソーとセリア違うのかな、商品、こういったものね。こちら、このモジョとですね、ウォークマン A30 シリーズのウォークマンのケースとして使っています。こういったボタン用途のケースもちゃんとしたのは売られているんですけれども、まあだいぶね、値段がしたり、このセットに合うのがなかったりということでね、なかなか選びにくいものでもあるかと思うので、まあ、100均で代用できないかなということで、全然できているので十分かなと思います。こちら今レザークラフトね、革で型ぴったりのサイズ取って製作はしているんですけれども、できるまではまだね、追いつかないので、こういった100均グッズ活用しております。特徴なのはですね、こちら、このファスナーがですね、このここを通ってこう上だけ開けれるかというのが特徴になります。短辺だけ開けれるかというのが特徴で、結構ね、この長辺だけファスナーっていうのが多いんですけれども、これだとですね、ボタンには結構不向きなんですよ。これ入るんですけど、斜めにしてここね、このケーブルが出ますので、こうして出っ張っちゃいますので、まあこれでもいいんですけどね、これ今斜めにこう入って、ここが今開いちゃってます。ですので、できればこう上がガバッと開いているタイプがあるとですね、こっからスポッと入れることができますので、こんな感じでケーブルを出すと。で、イヤホンがですね、このモジョの場合はちょっと残念なことで、反対側にジャックがありますので、L 字型のジャックでイヤホンを横に這わせて、同じ上から出すというようにした方がいいかと思います。こんな感じ、これがぴったりですね。ウォークマンとモジョのケースとしてはぴったりで使えています。ただね、使っている時に結構熱がね、こもってね、熱くなりますので注意してください。ソニーのこちら PHA シリーズの1の方ですね、 GA はこの長いタイプですね、ぴったりになってます。こんな感じで、これはですね、端っこにジャックがありますので、まあこういったとこからね、出すこともできますし、ケーブルがこっちですので、まあ、こんな感じかな、刺すことができます。あとは音量をいじりたいの、重視したい人はまあこういじるのかもしれません。いかんせんケーブルが多分出ると思いますので、まあこっち側にするのかな、こんな感じで。ケーブルがない場合はまあ自由に入れていいかと思いますので、こういったものに入れて、スマホね、Xperia シリーズは結構でかいんですけれども、 Xperia Z3 が実はね、ぴったり入ります。こんな感じですので、 Xperia とボタンと一緒に持ち運ぶという場合はぴったりなサイズ感ですね。なかなか便利です。あとはこういったちょっとね、派手な柄なんですけれども、上が閉じるタイプがこうありますので、これはね、今よいしょ、こんな感じでイヤホンをね、ボンって入れちゃってますけれども、例えばまあボタン使うまでもないなっていうような、用途タイミングというかですね、でしたらこれ外しちゃって、ウォークマンだけです。薄いですね。薄くないな、ちょっと厚くなっちゃいましたけど、ぴったりです。ドンピシャで、こんな感じでかぶせて、まあ、どっかね、穴でも開けると最高にイヤホンも
ジャックも出せるんでいいかと思いますけど、まあこの横あたりにね、イヤホンジャック出しゃいいんじゃないでしょうか。例えばここがイヤホンですので、これでパッて入れて、まあかぶせたとしてもですね、まあこんな感じで横から出せば、タッチはできませんけどね、ここの感覚で、きついかな、ちょっと熱いかな、物理ボタンがあるので押せる感じはありますけども、こんな感じで持ち運ぶのもありですし、イヤホンだけを入れておくのもありですし、こういったイヤーチップをね、入れておくのもありかと思います。そして最後、結構ね、ハードタイプも売ってるんですよね、こういった。ハードケース。ハードケースは結構がっちりしますので、まあこういったイヤホン、結構細いね、こういうドッピ用ですけれども、この、こういったイヤホンを入れて保護したりですね。これももちろん入ります。モジョ。もうこれサイズぴったり。これウォークマンとね、一緒に入れても入るサイズですので、モジョのね、ケースにぴったりですね。こんな感じ。ハードケースです。使いやすいね、サイズかと思います。で、こう開きますね。パカッと。開くタイプですので、まあこんな感じで、モジョとつなげておいて、ここに入れると。かっこいいですね。そして、閉じると。ぴったりです。ぶれません、全く。ですので、このハードケースはね、なかなか、ぴったりでおすすめです。あまり強い圧力が加わると、このウォークマンの画面がいってしまいそうな感じもしますけれども、ちょっとね、ここ、クッション性はあるので、なかなかいけるんじゃないでしょうか。ということで、今回ですね、100均行った時にはいろんなケース売ってますので、自分の用途、合うものね、まあ、こういったモバイルバッテリーだともっとでかいのになるんですけれども、サイズ感ね、ちょっと、入れてみるまでは不安感がありますけれども、活用してみてはいかがでしょうか。100円でね、購入できますので、非常に活用するのがいいかと思います。ではね、皆さん100均どのように活用していますでしょうか。もっといいね、商品あったら教えていただければと思います。今回も見てくださりどうもありがとうございます。